5つの超弦理論を統合するとされる11次元の仮説理論であるなおこの理論には現は存在せず二次元の幕や5次元の幕が構成要素であると考えられているこの理論の低エネルギー有効理論は11次元超重力理論となるこの理論に登場する場は重力場グラビティの場3形式上しかなく 超限理論の低エネルギー有効理論である10次元、超重力理論よりも単純な理論であると言える。また、登場する場のスピンが2以下である、超重力理論の最高次元は11次元である。従って、11次元超重力理論は超限理論が、登場する以前、究極理論である、可能性があると考えられていた時期もあったが、その後、繰り込み不可能であり、 多様体へのコンパクト化で変えられな理論が作れないと考えられたため無視されていた。1995年、エドワード・ウィッテンによって提唱された、この M 理論は11次元超重力理論が持つ、これらの難点を克服すると考えられるものであり、その提唱は第二次超限理論革命へのきっかけとなった。超限理論が1980年代に、 物理学会で話題になると研究が急速に進み、超限理論は5つの異なるバージョンに発展した。それらの5つのバージョンの超限理論は、それぞれ I 型、E、A、型、IIB 型、ヘテロ SO、ヘテロ E8E8、e、と呼ばれる。これらの5つのバージョンを統合するのが M 理論である。M 理論は特に E、A、型超限理論の強、結合極限として定義され、さらに、 これらすべての超限理論が相対性によって互いにつながっていることが示唆されたため、超限理論よりも根源的な理論と考えられている。ここでの相対性とは、弦の強結合領域と弱結合領域を関係づける S 相対性、空間の極大領域と極小領域を関係づける T 相対性、S、T 相対性を結びつけた U 相対性である。特に、 t 層追星は極大領域における弦の振動モードと極小領域における弦の巻き付きモードを対応づけるものであり小さい領域に巻きつくという弦特有の性質が反映されたものになっている。従って M 理論が定式化できた暁には5つの超弦理論は M 理論の一部であると主張されることになるであろう。現時点では m 理論は超限理論よりさらに未完成であり、現実の物理法則に合致するものも得られていないため、最終的に物理理論として成立するか不明瞭である。数学的な仮説の段階だとも言える。また最近では、m 理論を超限理論よりも深遠な理論であるとすることに疑問を持っている研究者も少なからずいるようである。m 理論を定式化するにあたっての 特に大きな問題は、二次元の膜を量子化する方法がわからないことであろう。これについては、イーアが多長弦理論における D レーブレーンを自由度とした行列模型によって、M 理論を定式化しようとする動きもあり、研究が進められている最中である。ありがとうございます。